皆様こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今回は今年のオタ活手帳2022の中身の紹介と自作リフィルの紹介をしていきたいと思います。以前ですね、こちらの手帳のセットアップ動画をショート動画で出したんですけれど、そちらの動画が結構いろんな方に視聴いただいているようで、どうもありがとうございます。その時にいろいろこの中に入れる中身の紹介などもしたんですけど、今回はちょっと内容も少し増やしてこの動画でゆっくりと紹介させていただきたいなと思いまして、この動画を撮りました。ぜひ最後までご覧ください。
身を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。まだ中身とか試行錯誤中なんですけど、今回紹介した自作リフィルとか、もし欲しいって人がいらっしゃれば、ネット上で公開しようかなって思っているので、コメントなどしていただけますと嬉しいです。私のチャンネルではオタク生活をもっと楽しくをテーマに動画を投稿しているので、もしよろしければチャンネル登録や高評価などしていただけますと嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。